おはようございます、石油です。おはようございます。今日は天気がいいので大桟橋まで行こうと思います。ギャース、オッケー、オッケー。おい、イスズイスズのトラック、綺麗だね、道路が。旧横浜市市外電話局、外国人多い。ハロー。うわ、スキーだ。なんでスキーだもん。どっちかな。すげえな、ごちゃごちゃしてて。大桟橋見えてきた。ここ、おしゃゆ、せんでーす。バレム。せっかくだからぐるっとしてきますか。なんもねえけど、あそこに止めりゃいいと思うんだよね。せっかくだからちょっとぐるっとしてきますか。おい、大桟橋、ハロー。はい、クイックターン。あー、すげえいい景色だね、ここ。よし、あと見ましょうか。駐輪場いっぱいでしたが、なんとか止められました。あそこのトゲがさ、小学校の時についちゃって大変だったよね。マジで痛いし、すぐ取れないので注意です。当ターミナルの屋上デッキでは、裸足で歩いたり、手をつくとトゲが刺さることがございます。スパイダーマン、次は赤レンガ倉庫の駐輪場まで行ってみるよ。後ろにいたタクシーに乗りたかったそうです。やえ、いただきました、ありがとうございます。うわ、いっぱいだ、すげーな。こんなにいるの今日、天気いいから。赤レンガ倉庫でイベント開催してたみたいで、50台近く止められる駐輪場が満車でした。国際大通りを抜けるためにこっちのトンネルへ入ります。吹き抜けがいい感じ。ここを曲がったとこに配線があるのを思い出しました。あれあれ、なんか見たことあるな、あの店。あれゴールデンボンバーのメメシクチェの聖地を発見しました。見たことのある風景を偶然見つけた時の気持ちって、なんというか形容しがたい感動があります。ちなみに配線はこんな感じでした。
この先進入禁止で見るものなかったので、今回はここでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。